じゃん。ぬるる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 ん。じゃん。ぬるる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 ん。ボーパーン。おはようございます。どうも、みずわでーす。ということで、本日はですね、これからのグランブルーファンタジー2023年。怖い。23年。怖い。22年どこ行っちゃったの、意味わかんない。ということで、まあ0時になるとね、毎回出るんですよ。まあ僕ちょっとごめんなさい。寝坊しちゃいました。2時半です、今。はい。ですけれども、これからのグランブルーファンタジー2023年1月号、見ていきたいなというふうに思います。よろしくお願いします。まあ0時にまでね起きてる悪い子なんていないですよ。そうですよね、うん、まあ朝5時に間に合えばいいでしょう、動画を上げるのも。ということで、こちらの方見ていきましょう。金魚新年、球児の皆様、明けましておめでとうございます。プロデューサーの木村です。昨年12月24日、昨年とか言わないで、メリクリ、セイヤもグラブチャオ SP につきまして、たくさんの方にご覧いただき、本当にありがとうございました。本年もグラブルをより一層盛り上げることができるよう、運営一同邁進してまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。今月はリアルイベント、グラブルフェス2022-2023がいよいよ開催となります。月末以降の新情報やアップデート情報については、グラブルフェスでもお届けいたしますので、ぜひお楽しみにお待ちいただければ幸いです。それでは、今月のアップデート情報をご紹介いたします。はい。その1。迎春スキンセット販売中。12月31日12時より2023年迎春スキンセットを販売中です。レジェンド10連ガチャチケットとセットで3000モバコイン、3000グラブルコイン、3000グリーコイン、また3000、すごいプラットフォームの数だ。DM ポンプでいずれかにてご購入いただけます。iOS 版アプリ、Google Play 版アプリよりご購入いただいた場合、特典ポイントは追加されません。ということで、新しいスキンその1、複眼羽織バカマ、バンガサ付き、うん、読み仮名覚えてるタイプよ。フェディエル、温情誘鎮錦、振袖、はい。サティロス、新春ヨーヨー星友振袖ということで、振袖3人がね、ついてますけども、私フェディエルのこのペーペーに、ペーペーがデイケーところにちょっと釣られております。で、またショップスキンセットに、ゲーションスキンセット、ジャンダルク、ルシオ改善防寒も追加いたしました。ジャンダルク、清廉潔白振袖、ルシオ、金が絢爛、改善防寒、戦績に滲む初朝日ということで、うん、このあたりも出てますね。で、金河新年キャンペーン開催。1月1日より金河新年キャンペーン開催中ですと。まあ、ログインするとね、SR 以上確定チケットがもらえるんだよね。ね、さらに過去の見ることできたお正月のミニストーリーを読んでいない場合、期間中にマイページに移動すると自動的にルリアノートに登録されます。特別な会話シーンについて、1月1日から1月16日、菊田の仲間たちとお正月にちなんだ特別な会話を楽しむことができるようになります。はい、特別なエピソード。で、決戦星の古戦場、1月8日早いね。イベント決戦星の古戦場開催予定です。敵の古戦場は風属性となります。火属性の編成を強化してイベント開催をお待ちください。で、敵は風属性のノワール、ここも情報で出ましたね。はい、前回からの変更点としては、クエスト自発条件を調整。サーバー負荷対策のため、決戦星の古戦場のクエストを自発した場合、その後一定時間は新たに決戦星の古戦場のクエストを自発することができなくなりますと。決戦星の古戦場以外のクエストに影響ありません。自発したクエストをクリア、撤退した場合は即時で他のクエストに挑戦できます。これなんか話題になってたやつですね。なんか上位層の人たちがなんか待ち時間中になんか雑魚敵をしばいたら途中で貢献度加算できるみたいな、なんか小銭稼ぐ、貢献度の小銭を稼ぐやり方がある、あったんですよ。そうなんだけど、その小銭稼ぐやり方を、まあ、できなくなったっていう感じ。まあ、自発してる最中のロード画面中になんか別のやつ芝居て、貢献度をなんかダブルで稼いじゃおうみたいな。まあ普通の人にはあんま関係ないんだけど、強い人からするとちょっとそこら辺貢献度重ねられるから美味しいよみたいな動き方をしてたみたいで、まあそれがなくなるっていう話だな。うん。で、ゼノコロ撃滅戦、ゼノディアボロス撃滅戦、同時開催。1月16日よりイベント、ゼノコロ撃滅戦、ゼノディアボロス撃滅戦は同時開催。古戦場終了後ですね。前回からの変更点としては、ヘルのクエストの時間制限を廃止、挑戦権を貯められるように。ああ、いいね。やっぱこの機能、神機能だよな、普通に。この機能、マジ神機能。Thank you, thank you。で、イベントロボミ、史上最大の戦い、ゴッドギガンテス対空の超低者増位が復刻開催。1月23日より復刻開催されます。はい。
で、次がサイドストーリーにダンシングアベンジャー瞳に炎を灯らせてを追加いたします。はい。で、ここはこれあれか、インドのイベントかインドのイベントですね。で、スペシャルコラボフィーバー開催、1月下旬複数タイトルとのコラボイレーションイベント、スペシャルコラボフィーバーを開催いたします。過去に開催されたペルソナ5カードキャプターさくらとのコラボイベーションイベントが期間限定で復刻開催されるほか、現在サイドストーリーに追加されているコードギアス反逆のルルーシュを加えたキャラクターたちに最終上限解放、コラボキャラにね、最終がされるということで、ちょっと期待ですね。で、コラボギアス反逆のルルーシュコラボは現在サイドストーリーより遊ぶことができます。で、次ドロップアップキャンペーン開催、12月15日よりドロップアップキャンペーンが開催されております。現在がね、ニアドの非属性になってて、かなり回り得となっておりますので、これだね、12月29日から1月6日まで、古戦場までだね、古戦場ちょい前ぐらいまで、まあアトゥム回り得なので回っておきましょい。次、翌年来る年キャンペーン、12月22日から1月5日まで翌年来る年キャンペーン開催中です。これ今のやつですね。はい。で、ウィンターミッション1月5日までウィンターミッション1月5日までとなっておりますので、やっておきましょう。で、ここだよね、グラブルニューイヤーキャンペーン開催です。グラブルニューイヤーキャンペーンってのは次の翌年来る年の、後々のやつですね。はい。キャンペーン内容としては RPEXP が2倍になっているので、ランクを上げる、キャラクターの経験値をがっつり稼ぐ場合はこっちの方がお得になってるね。だから今の半額中は素材集めとかに力を入れて、で次のやつで、ランク上げ、経験値上げとかした方が効率がいいよねっていうような感じになっちゃう。はい。詳しくは1月4日公開予定のお知らせをご確認ください。次、サプライズスペシャルガチャセットキャンペーンが開催、1月下旬よりサプライズスペシャルガチャセットキャンペーンを開催予定ですと。例年ですと1月から1日から開催していたサプライズスペシャルガチャセットキャンペーンですが、今年はコラボイベントの開催に合わせて1月下旬から開催を予定しております。キャンペーン内容は、こちらだね。はいはいはい。1月下旬にサップチケットで最終上限開放、1月6日、これはグラブル TV チャンネルの方で告知されてたね、すでに1月6日に芝に最終上限開放が追加されますと。性能に期待だね。その他のアップデート、バハムート超越が追加されておりますと。はい。段階を進めることでできます。強化には新たに追加されたトレジャー時の流砂が必要となります。敵からのドロップや10点種やアーカルムの賢者に関する称号獲得時の報酬として加入できるので、ぜひ時の流砂を獲得してバハムートを強化してみてね。はい。で、次、ルミナスシリーズ武器追加、ルミナスシリーズは、ゴールドムーン150個との効果で手に入れます。はい。で、性能については見てねと。で、レプリカルのサンドボックス、ごとつが追加されました。奥義効果がさらに強力なものとなるほか、第二スキルに関しては効果量が下がるものの、アーカルモの転生界でも効果が発揮されるようになりますと。はい。で、剣掲げる行軍のうちに新システム、ゼノレルムが追加されました。ゼノミーレスに挑むことが可能となっております。はい。で、報酬からは低確率でヒヒロカネやセフィラ玉髄といった貴重なアイテムも出現します。さらにこれらのアイテムが、一定回数出現しなかった場合、確定で手に入れることができますと。で、ミーレス武器6本追加されてます。で、キャラのバランス調整も、追加されます。12月下旬より順次実施しているキャラのバランス調整について、今後以下のキャラクターのアップデートを実施予定。アルタイル、ユエル、カリオストロ、フィルレイン、ロゼッタ、ハレゼナ、アルルメイヤ、バール、セルフィラ、レナ、ナタク、ニオン、レビオンシスターズ、アルベール、マリー、サンダルフォン、アザゼル、ターニャ、バンピー、クロキシということで、まあ、かなりね、の数が調整されますね。はい。で、キャラクターソング衣装の追加されております。ニア可愛いよね、これね。天国にて嘆きの歌を歌う恋人で、パレードマスターというから。で、スキンは1月25日実施予定のゲームメンテナンス終了後、該当キャラソン CD についているシリアルコードを入力することで入手できるように。メンテナンス開始までにシリアルコード入力済みの場合、スキンはメンテナンス終了後にプレゼントリストで付与されますという感じですね。はい。で、1月末シナリオイベント、月末シナリオイベントをより遊びやすくなるアップデートについて、1月末では以下のアップデートを予定しております。ヘルが出現した際、イベントマルチバトルのリザルト画面で強敵出現ポップアップの有無を自由に設定できる。ああ、これ便利だね。強敵出現した時にね、いちいちなんか
キャンセル、行かないって押すのめんどかったね。行かない、私は行かない、私は行かない、毎回押さなきゃいけなかった、めんどくさかった。これは確かに便利機能だね、嬉しい。でリリンク、グラブルフェスにてリリンクの私有コーナーが設置されますと。参加方法については当日グラパスでの抽選となりますが、当選された方はぜひ一足早く遊んでみていただければと。また1月21日のステージリリンクグラブル VS 最新ニュースでは新トレーラーと新情報の公開も予定しております。でグラブル VS 情報、うん、グラブル VS の賞金100万円の、大会ですね。大ゲームスカップいいですね。でグラブル VS 公式設定資料中第2弾オフィシャルアートワークスでプライズ、もうだって俺昔ゲーセン店員だったんだけど、この見ただけでさ手触りわかるもんな、このクッションこれわかるよな、あああのタイプだってなるよな、中に綿詰まってるタイプな、これ俺手触りわかります。多分ゲーセン行ったことある、ゲーセン行ってプライズとか取る人だったらわかると思う、このクッションの手触りが俺にはわかる。で、12新章ブランケットキャラスリーブマスコットコレクションでグラサイキッチンにてお正月特別メニューが、開催されます。特製チラシ寿司、甘酒ドリンク、うん、オリジナル絵馬の配布も開始いたします。マコラのイラストがあしらわれた絵馬は今年の願い事を書いて店内に飾ったりお持ち帰りいただいたり自由に楽しんでいただけます。1月末までの配布を予定しておりますので、ぜひ足を運んでみてねと。次グラブルフェスが1月20日より開催されます。新アトラクション12新章ワクワク縁日や初お披露目となるガレオンの巨大バルーンのほか、新たな撮影スポット、豪華出演者によるトークステージなど盛りだくさんでお届けする予定となっております。ぜひ皆様お越しくださいということで、はい、1月20日21、22日という風になっております。はい、僕は21日に行く予定ですね。はい、で、以上という感じで、かなり多いよな。いや、なんか情報出たなって思うわ、グラブルのクリスマスの。まあ基本的にクリスマスのメリクリクリスマスもグラブルなんとかしちゃおう SP みたいな感じのやつの情報のまとめ合わせみたいな感じになってんだけど、なんかたくさん情報が出たんだなっていう感じになりますね。皆様明けましておめでとうございます。改めまして、まあこんな僕もねグランブルーファンタジーを楽しませていただいている1回のプレイヤーとして、今年もグランブルーファンタジーを楽しませていただきたいなと思っている所存でございます。みんなで盛り上がっていきましょい。はい、そんな感じでした。これからのグランブルーファンタジー1月号見ていく動画でした。明けおめことやろう。Woo! Jenning!